鳥チャンネル。イエーイ。一緒にお伝えするのは薄井ゆなです。あ、よろしくお願いします。全然呼んでくれないじゃん。いや、本当ごめん。今回は皆さんからのリクエストにひたすら答えていこうっていう回です。おー、いいね。そうそうそう、結構来てるんだ。じゃあリクエスト割とたくさんいただいて、ありがたいことに、うんうん、で実はすで、うん、にもうリクエスト答えてます。何何何、もうこの時点でもうクリアしてます、うん、この時点で。お気づきでしょうか。何もしてないよ私。そう、してなくていいのっていうのも、うん、YouTube で来てたリクエストなんですが、うん、薄いアナを出してくださいっていうリクエスト。嘘でしょ。そんな需要あった。私、いや、ありがたい。ということで、はい、今日終わりです。終わり。せっかくなので質問にも答えてもらったよ。YouTube でいただいたんですけど、ダンボ改め渡辺さんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アナウンサーの中で県外出身のアナウンサーの皆さんに伺いたいのですが、うん、県外だよね。そうそうそう、神奈川県。そうですね、私も鹿児島県ですけど、うん、なぜ静岡県のテレビ局を受験しようと思ったのか、また静岡の中でもなぜ第一 TV にしたのかを教えていただきたいですといただきました。なぜか、なぜか、結構お固めの質問いただきましたよ。そうですね、もうこれは単純ですよ。私はもうアナウンサーになりたかったので、とりあえず全国受けようという気持ちで就職活動してたので、はいはい、静岡県もそしたら受けますで受けました。はい、うん、そうだよね、一緒です一緒です。中でも第一 TV にしたのはなぜか、それはですね、お、一番に私を見つけてくれたからですねいや、言い方ね目力すごかった今で、それに、まあ、やっぱりね、私やっぱ神奈川県で、本当にね、新幹線使っちゃったら1時間で実家まで帰れるのね。近いね。そう、だからそこのちょっと安心感もあって、うん、まあ、そこの抵抗も全くなかった。うん、近いし、はい、そうそう、意外と大事だよね。そうそうそう、私もそこの部分が大きくって、うん、鹿児島と静岡すごい離れてるじゃん、うん、でも最終的な決め手は静岡鹿児島間で直行便の飛行機が飛んでたこと。あー、あるよね、ある。そう、意外とだから鹿児島と近いのよ、うんうん、それで静岡受かったよって両親に話した時に、あ、親も遊びに行けるしそれだったら安心だねって言ってくれたのがすごく大きくって、最終的な決め手はそこだったかな。やっぱそこ大事だよね。大事。なんかちょっとさ、困ったことがあったり、うん、まあちょっと休みがあったら帰れるっていう安心感。まあ今コロナ禍でね、うん、なかなか移動はできないですけど、うんうん、でも結構帰ってたよね、薄井さんね。私めちゃめちゃ帰ってましたなんならもう通勤できるんじゃないかって思うぐらい近いからうんうん、うん、そうそう、だから本当に日帰りでも帰るし、でもな、両親も車でね静岡遊びに来て、2時間くらいだから車で、いいね、そうそうそう、犬連れてなんか静岡の散歩したりとかしてた。やっぱ息抜きにはすごい良かったけどね。ピヨ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 。他に聞きたいという方がいらっしゃいましたら、薄井さんね、他に YouTube で配信してますもんね。そうなんです、私柿内とですねYouTube のちょっと就活生向けではあるかもしれないんですけど、ええ、YouTube のチャンネルやってまして。やってますね。はい。ぜひ私の YouTube も、鳥チャンネル見た後でいいですよ。本当に。あれ一回鳥チャンネル見た後で、私たちの YouTube 見ていただけると嬉しいな。まあ、今聞いてる方鳥チャンネル聞いてますからね。そう、聞いてるから。これ終わったら、ぜひ我々の YouTube の方も。あとは、うん、今年からアナウンス室公式インスタグラムも始まりましたね。そうだ。みんなローテーションでね、そういろいろ発信してますから、今年SNS でも力入れて発信していきます、うん、そうね、はい、ぜひ聞いてください、見てください、ぜひ見てください。チュンチュン、チュンチュン。続いては沢井アナへの質問お願いします。はい、お願いします。コメント欄で、はい、斉藤さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。沢井アナと一緒にごちそうカントリー談義をお願いします。ごちかんならではの苦労話が知りたいです。ちなみにオーバーオールコーデって好き嫌い教えて
だいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちかんに関してですね。そうですね、はい。そのごちそうカントリーっていうのは、静岡県内の美味しい農産物を、ふんちゃんね、国本義弘さんと、はい、私たち二人で伝えていこうっていう番組なんですけど、うん、どうですか ?1 年やりましたね、沢井さんもね。もうすぐ1年になりますね。いつも本当に、私の場合はくんちゃんのおかげで、スラスラと、スラスラと、スラスラと、スタスタと、なんですかね。あの、オープニングで結構くんちゃんが全力疾走するシーンって多くないですか、うん、ある。オープニングだけちょっと特殊なんだよね。毎回ちょっとダジャレとか。演劇にちょっと入ってますよね。演劇みたいな感じでね。たまにくんちゃんがダッシュするんですよね。そうなんですよ。ね、それくんちゃん、もう頑張り屋さんなので、4回くらい往復しますよね、走って。一回でパーフェクトでできたとしても、もう一回させてって、そう。おっしゃいますよね。そうそう。すごいよね。すごい。それで御年71歳の、すごいですよね。パワフルですね。本当にお元気で、うん、どこからのパワーが。みなぎってくるんでしょうね。みなぎってくるんでしょう。で、もう一つね、はい。ちなみに、オーバーオールコーデって好き嫌いって言ってるんですけど、制服みたいな感じで、デニムの。オーバーオール着てますもんね。着てますね。これ一年中ですけどどうですか、好き嫌い。ご痴漢するようになってから、うん、あ、可愛いって思いました。ご痴漢で着られる、逆にレア感があって、あー、なるほどね、はい、そこでしか着ないから。そうですよね。あ、ズバリ好きですよ。おお、じゃあそれならいいね。そうですね、うん、しかも似合ってるし、鳥越さんもめっちゃ似合ってますよね。あ、それはよく言われる。私も好きですよ。お、そう、っていうのも、はい、オーバーオール実は番組をもっと前に担当されてた先輩の杉岡アナ、はい、先輩がいらっしゃるんですけど、はい、が番組を卒業される時にオーバーオールくださったんですよ。お、そう、だから私が着てるやつって、はい、杉岡さんのお下がりなんです。あー、大先輩の。そう、だからそれ着るとやっぱり気合が入る。確かに魂こもってそうですもんね。ちょっと怖いな、魂。先輩のこれまでのね、数々のご経験とかが全部詰まってるわけですもんね。そう、そう、だからやっぱりそれ着ると、はい、よっしゃ頑張ろうっていう、こう気合のなんだろう、スイッチみたいな感じだから私はすごく好きかな。まあ、ただ夏暑いね。夏暑いです。冬はちょっとトイレ行きづらいっていう。そうだね。一回こう、そうですね、そう、つなぎだから肩のところから外して脱がなきゃいけないけど、はい、着込んでるからその上着を1枚1枚3枚ぐらいね、剥いで行ってからトイレに行かなきゃいけないんだよね。そうなんですよ、寒い。うん、確かにその難しさはある。ほんとそれくらいね、寒いし暑いし大変ね。大変ですよね。それ考えると、ええ、農家の皆さんすごいよね。毎日過酷な環境の中でやってらっしゃるんだっていうのが身に染みてわかる番組。わかります。それがもう毎日のお仕事ですもんね、うん、そういうところも伝えていきたいです。うん、毎週日曜午前11時40分皆さんもテレビで見ていただけたらなと思っています。はい、斉藤さん、こんな感じでよろしいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。第一 TV タリチャンネルエンディング。次回以降も第一 TV アナウンサーへのリクエストですとか質問もたくさん募集しています。トリチャンネルは YouTube のコメント欄で待っています。でもいいね、こんな感じなんだ。そう、ゆるくない？ゆるい、すごいゆるいの。だからね、編集が大変。話が伸びるから。やっぱさ、話し始めちゃうとさ、いっぱい喋っちゃうのがさ、アナウンサーの悪いところだよね。悪いところ。皆さんとの交流の場になればと思ってますんで、皆さんも一緒に盛り上げてください。はい、さようならみたいなやつあんの？やってみる？ないか、ない。あ、じゃあ、ここまでのお相手は、第一 TV アナウンサー、鳥越かなと、臼井ゆなでした。さようなら。